過去から未来にわたるこれらの三大イベントは現在を生きる私たちに愛と希望を与えてくれます。神様は今も昔もどの時代を切り取ってみても変わらぬ愛のお方なのです。イエス様のご誕生と十字架そして再臨を歌った石部信也兄弟による作詞作曲の一度来られたイエスを通して時空を超えた神様の愛に触れていただきたいと思います、うん。人が喜ぶ